令和6年、野登半島地震の発災からまもなく1ヶ月となります。これまでの懸命の取り組みにより、生活インフラの復旧や、被災された方々の支援等は、一定程度進んでおりますが、被災地では今なお多くの方々が厳しい避難生活を余儀なくされています。先が見えないという現地の皆様の不安に応えるとと,ともに、 被災された方々が再び住み慣れた土地に戻ってこられるようそして一日も早く元の平穏な生活を取り戻すことができるよう政府としても全力で支援をしてまいりますこのような考え方のもと先ほど政府の非常災害対策本部で緊急に取り組むべき施策について被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ として取りまとめ決定をいたしました本パッケージは3つの柱から構成されます1つ目は被災者の生活環境を早期に改善するための生活の再建です避難されている方はさまざまな事情を抱えておりまた避難生活の長期化に伴いニーズも多様化しています 被災地のニーズに応じたきめ細やかな物資の支援を進めるほか、命と健康を守るために配慮を要する方へのきめ細かな対応を含め、安心して二次避難できる環境整備を進めてまいります。またた被災者のの方が住み慣れれ土地地に戻れるよう地域型の 木造仮設住宅の活用を含めた応急仮設住宅の供与を進めるほか東海家屋の解体撤去の支援支援金の迅速な支給などにより住まいの確保に取り組んでまいりますその他高齢者等の見守り相談医療介護の負担軽減通院通学支援を含め切れ目のない 被災者支援を進めるほか金融支援や税制上の対応も行いますまた災害特例で住民税が免除された被災者がいる世帯も物価対策の10万円給付の対象といたします2つ目は地域経済を再生するための成り割の再建です 能登地方の経済の柱である農林水産業伝統産業観光業をはじめ被災地の地場産業の雇用を維持し事業の継続を支えるため手厚い支援を講じてまいりますまず地域を支える中小小規模事業者をしっかりと支援してまいります石川県では最大15億円 富山,福井県富山県、福井県、新潟県では最大3億円、さらに多重被災事業者については定額補助も可能とする、なりわい再建支援事業等により、事業の再開、継続を支援いたします。また、伝統工芸を途絶えさせることなく、未来につなげていくため、 事業継続に必要な道具や原材料の確保もきめ細かく支援をいたします農林漁業者の支援にも取り組みます農業用機械等のま再建支援や漁船等の復旧支援を進めるほか地域の将来ビジョンを見せ景観にも配慮した棚田の復旧や 観光とも連携した持続可能な里山づくり、え里海資源を活用した海業振興等を進めます。えー、観光振興に向けてはゴールデンウィーク前の三月四月を念頭に補助率五十パーセント、一泊あたり最大二万円を補助する北陸応援割を行うとともに、能登地域については復興状況を見ながら。 より手厚い旅行需要喚起策を検討いたします。3つ目は、将来に希望が持てる復興まちづくりの基盤となる災害復旧等です。断水、停電、通信支障の解消など、ライフラインの一刻も早い復旧を進めます。特にに水道については 全国からの技術者等の派遣のほか4月以降に引き上がる補助率の前倒し適用等により上下水道一体で早期復旧を目指してまいりますまた自治体に代わって国が責任を持って本格復旧まで行う権限代行も活用し道路河川港湾漁港,漁港等の 迅速な災害復旧を推進いたします復興まちづくり計画の策定や液状化対策についても技術面や財政面から支援を行ってまいります政策を実行するために必要となる財政措置については令和5年度令和6年度の予備費を活用し復旧復興の段階に合わせて数字にわたって機動的弾力的に手当てをいたします まずは、総額一千五百五十三億円の予備費の使用を、明日、閣議決定いたします。政府としては、被災地、被災者の立場に立って、できることはすべてやる。こうした決意で、被災者の生活となり合いの再建支援に全力で取り組んでまいります。